日本テレビ系24時間テレビ47、31日後6、30から1日後8、54で、全国の児童養護施設に募金マラソンに挑戦しているお笑いタレント安子、25第1日午前6時半ごろ、横浜市の日産スタジアムを出て、メイン会場の東京両国国技館を目指して走り出した。写真、休憩中も笑顔の安子、X から。 二日目のスタートを切った時点での募金額は約1億3600万円に達した。安子は31日午後7時50分過ぎにチャリティーマラソンをスタート。台風10号上陸を受け、安全面を考慮して日産スタジアムを周回するコースに変更し、番組では笑顔でトラックを走る姿が映し出された。午後9時6分には休憩中です。 応援沢山ありがとうございます頑張りますと自身の X、旧ツイッターを更新。笑顔で椅子に座って休憩を取るショットを公開した。安子は7月に行われた発表会見の中で高校生の頃に児童養護施設で暮らしていたことを告白。自分の住んでいた施設に恩返しができたらいいなって思いから始まった、と言い、施設にいた当時、 自分たちのことを気にかけてくれる人の存在に救われたと告白。一人でも多くの人が施設の子供たちのことを気にかけてくれるように一生懸命走りますと誓ったマラソンにかける思いを語っていた。安子の思いを受け新たにマラソン児童養護施設募金が設立され、ここへの寄付金はすべて全国約600か所以上の施設に使用されることが決まっていた。日テレ、24時間テレビ 歴代マラソンランナー、92年、カンカンペイ、93年、カンカンペイ、94年、ダチョウクラブ、95年、カンカンペイ、96年、赤井英和、97年、山口達也さん、98年、森田九99年、西木野明、0年、富井住正、1年、健直子二2年、西村ともみ、3年、山田花子、4年、杉田香織、5年、 丸山和也氏、六年、アンガールズ、七年、萩本金一、八年、江戸春美、九年、井本綾子、十年、春菜愛、十一年、徳光和夫、十二年、佐々木健介ファミリー、十三年、大島美幸、十四年、城島茂、十五年、大五、十六年、林家太平、十七年、ブルゾン千恵美、十八年、宮損、十九年、近藤春菜、 よしこ、三浦う美伊さみ、子とう二十年、高橋直子さん、土屋太夫、吉田沙織さん、陣内きみこ、松本香織さん、野口瑞希さん、二十一年、岸優太水谷淳氏荒川静香さん、河井梨沙子、河井優香子、五郎丸歩虫田中理恵さん、長谷川穂積氏、丸山かりな、林崎、城島茂る、二十二年、金近大輝二十三年、ひろみ、